朝日浜駅は、北海道山古志おしゃまんべ町あざ浅浜にあった、北海道旅客鉄道室蘭本線の駅である。利用者金賞に伴い2006年3月18日に、廃駅となった。営業終了の張り紙1976年の朝日浜仮上工場と、周囲約500メートル範囲。左下が、おしゃまんべ方面。写真中央の踏切を挟んで、 千鳥城に相対式ホーム2面が設置されている。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成、近くにある朝日浜という浜の中らとされている。廃止時点で相対式ホーム2面2線を有する伏線区間の地上駅。互いのホームは千鳥式に配置されており、構内踏切で連絡していた。 無人駅となっており、駅舎は存在せず、構内踏切の脇に待合室が設置されていた。いわゆる、秘境駅で、旭浜集落までかなりの距離があった。周囲には、ハイドライブインがあるほか、水産加工場が徒歩県にあるのみであった。廃止まで、道南と道を移動する場合のメインルートである、室蘭本線経由の乗車券では、経由欄に、旭浜と表示されることが多く、 直接の利用者が少なかったのに反して目にする機会が比較的多い駅名であった。旭浜信号場に関するカテゴリー、旭浜仮場工場に関するカテゴリー、ありがとうございます。